どうも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 、皆さんこんにちは、キヨケです。今回はですね、最近のシルバー情勢、シルバーのどんな感じなのよというのをですね、喋っていきたいと思います。雑談程度に聞いていただければいいなと思います。ちょっとね、ぼーっとしながら聞いたりとか、あとはそのファーミングね、稼ぎながら聞いたりとかしていただければなと思います。皆さん、シルバーリーグが美味しいとか、シルバーリーグがね、結構その稼げるっていう噂をですね、ちょうど1ヶ月ぐらい前のエアスイーパーが導入された時のアップデートによってですね、そのシルバーリーグが非常に美味しいと、どういう村が出てくるかというと、3回検索すれば金壁で40万ゲットできるみたいな、そういう村がゴロついていたわけですよ。ちょうど1ヶ月ぐらい前は有名プレイヤーさんとかね、結構シルバーリーグとかに行ってガラ稼ぎしたっていうですね、ツイッターとかで皆さん情報を得てると思うんですけれども、最近のシルバーリーグちょっと見ますか。過去ログというか、攻撃ログ、これは29万と4000と、そしてトロ下げしつつ、ここはエリクサーが31万で、たまに32万29万でですね、こんな感じでやってるんですけども、正直どんな感じで稼いでるかっていうのを一応見ておきますか。なんかこんな感じの村が、あったんで今回攻めたんですけども、こんな感じで、編成はジャイアチャですね、基本的には。ヒーラー1体、すごいな、巨人が。ジャイアチャで基本的にはアーチャークイーンを主体としてですね、資源抜く感じなんですけれども、資源狩りの王道パターンかなと思います。ですね、最近のシルバー、このように29万稼げるんで、別にいいんですけど、1ヶ月前と比べてしまうと、本当に稼げなくなりましたね。来てみるのも基地だと思います。来てですけれども、今ね、例えば今何日だ、今今日は6月6日なんですけれども、6月6日以降、例えばこの1ヶ月後にですね、この動画を見て、ちょっと俺シルバー行こうかなみたいな、それちょっと危険かもしれないです。1ヶ月で結構稼げなくなったんですよ。私もですね、これ結構検索するんですよね。で、10分ぐらい検索すればこういう村は出てくるかなと思います。でですね、一番皆さんに伝えたい、シルバーリーグに来るなら覚悟せよというのですね、ものがあります。皆さん、今はですね、防衛ログはトロ下げとかしか来てないですけれども、私のツイッターご覧いただいていいですか。はい、私のですね、これいつだ、6月5日の、20時ということで、3日前ですかね。3日前、私、ダクエリをですね、8万近く貯めてたんですよ、ずっと。ここ7時間の防衛ログ、写真2枚、許さない、絶対に。ということでですね、ちょっとおこぎみな感じでね、ツイートしましたけれども、見てください。こちらからご覧いただきましょうかね。ライトニング。7時間です。こちら見ていただければ分かる通り、7時間とか3時間、1時間。基本的には、そうですね、これも、今で3分前、1時間前ということで、8時間以内のリプレイなんですけれども、ライトニング3発、850、3発900、3発800、3発1000、2発500、5発1700、一番下、2発530。そして、3発800。3発800。3発900。ということでですね。まずが、7時間52分の間に、ライトニングだけで、ダク入り1万失うっていうね。8時間ですよ、8時間。8時間つったらね、朝、皆さん会社員とか学生の方々いらっしゃると思いますけれども、8時に出勤出、登校してね、そっから8時だから8で、学校終わったりね、ちょっとこう会社で一息ついたあたりに1万減ってんすよ。ということでですね、今回はシルバーリーグどうなのかと、総まとめいたしますと、稼げることは稼げますけれども、マスターリーグとかの、50% の報酬狙いとかと、そこまで、ちょっと変わんないか、それ以上か、そんぐらいですかね。同等かなと思います。これ、1ヶ月ぐらい前に比べてしまうと、やはり稼げないですね。そして、ダクエリの問題ですね。ダクエリを貯めること結構
相当厳しいです。オンラインシールドとかやらないと相当きついので、ダクエリをですね貯めようとしている方、例えば私は次アーチャークイーンあげるのにですね、まあ、13万かかると、まあ、13万まずたまんないような気がします。本当にオンラインシールドとかやんない限り。なのでシルバーリーグはゴールドと、エリクサーはまあまあまあ並大抵かそれよりちょい上稼げます。しかしダクエリはもう稼げるんですけど、ダクエリはね、まあ1000とか2000とかまあ取れるんですけど奪われます。しかもそれがライトニングっていうね、結構ムカつく奪われ方するんで、皆さんですね、シルバーリーグに来る際はライトニングじゃなくてそのねダクエリはもう捨ててもいいという気持ちの方におすすめかな。うん、あとはまあ他なんで、まあちょっと私もね、ちょっともうすぐマスターとかで、報酬狙いの稼ぎとかね、ババーチャで 50% とかやってですね、そのリーグボーナスで稼いでいったりもしたいかなと思っているので、まあね、一概にね、このリーグで稼ぎやすいというのはないので、私もこれから研究していきたいと思います。ということで、皆さん、シルバーリーグ、まあまあおすすめです。ご視聴ありがとうございました。